はいみなさんこんにちは村長です今日はブリューのとっても便利なチップスをお話ししたいと思います難しくはないんですけれども知らない方も多い僕も最近までちょっと気づかなかったことこれをお話ししたいと思います最新版のブリューはとっても便利に AI 画像などを入力することができます例えば ここから下は全部真っ黒のままです。例えばここに画像や動画を入れてみましょう。そういうときはテキストで画像生成というのを押しますと、はい。このようにそこにあった字幕、家族のためと化粧もせず働き続けたという今回説明するミュージックビデオの場合はいわゆる歌詞、これがここに出てきます。 これで結果を見るというのを押します。すると画像を探してくれたりするわけです。家族のため化粧もせずいいのがないか探してくれています。これが家族のためかとかいうのは少し置いておいてですね。もしない場合はこの右の方にそれに合うようなものがないか探したらいいと思います。じゃあこの右下の女の人 ここれれを入入たたいいい、と思まます。はい、このように入りましたね。画面いっぱいにしたい時はこの顔のマークカットして埋めるというのなどをこう押すとこのように入力ができますそうしましてその下の確かに昭和という時代を生きたというここまで2つのクリップともこれでいい場合こういう時はどうすればいいか 案外見逃しがちな、この右の上ですね、クリップの右上にこんなマークがあります。ここに持っていくと、このような垂直バーが出てきます。これをですね、欲しいところまで引っ張れば、はい、ここにも同じ画像が入りました。ちょっと長すぎるかもわかりませんが、このように3つ目まで同じ画像を入れたりするのが、 このバーで自由にできます。長すぎたなと思えば短くすることもできます。こういうふうに適用範囲を変更することができるわけです。この辺はとっても便利ですね。こっちのところにもこっちのところにもこのように入りました。そうしましてこのクリップをちょっと再生します。クリップだけを再生するときはファンクションキーの4番です。 家族のためと化粧もせず働き続けたはいテキストから画像生成とかいうのをしますとですね静止画が動いたりですねかっこよくできてますよねその方法というのはこの画像を 左のプレイヤーのところでクリックしましたらここにですね丸いマークの効果というのがありますのでこれを押してくださいそうしましたらここにですね例えばはい今サンプルで見えてますように縮小していきますよねこれちょっとやってみましょう「家族のためと化粧もせず」 働き続けてはい、ちょっとだけずーっと小さくなっていきましたよね。もっとこうかっこよくしたいなと思った時はどうしたらいいんでしょうか。その時はですね、同じくこの効果のボタンを押しまして、そしてカスタム効果というのがあるんです。これをやるとですね、 始まりとと終わりりを編集すすることができます始ま始は顔の右半分が出ているとそれはこんな範囲だというふうにしますそうしまして終わりの方をどう持っていくかということなんですねはい目は残しましょうそうしましてもう少しこう大きくしておきます プレビューをすることができますはいこれを適用します家族のためと化粧もせず働き続けた確かに昭和という時代を生きたこのようにですね 今見ていただいて分かったと思うんですけれども、この適用範囲が2つ分のクリップですので、2つ分のクリップ分でこのようになるわけです。では、ちょっともう一度見直してみましょう。今度は方向を逆の方にしてみましょう。そして、はじめは全体が映っていてですね、終わりの方を部分的に、こういうような

このようにですね、クリップの適用範囲分でこの効果が適用されるということです。このようにカスタムの効果をしたり、そしてフェードイン、フェードアウトなどをつけたりすることもできます。これをやっておくとどうなるでしょうか。フェードインですから、クリップの最初はちょっと暗いです。これで再生をしてみます。 家族のためと化粧もせずこういうふうにフェードインということもできるようになっていますもう一度おさらいしますけれどもこのカスタム効果これをうまく使うとですね静止画であっても動きのある動画が作れるようになりますぜひともやってください今日のお話はですね一つ目は適用の範囲 この右側の小さなアイコンを押すことによって縦のバーが出現してですね、これで適用の範囲を簡単に増やしたり減らしたりすることができる。その点と、そして静止画にエフェクトを加えたりするやり方。これをお話ししました。ちょっとしたチップスですけれども、ぜひとも皆さんも使ってみてください。村長スタジオでした。